長期に近くなった長期に見えるか今はい、おおいいですねこれね。これと比べてどうですか。はい、11に揃いました。僕数えあれ、はい、どなたか数えて。大丈夫ですか。はい。2分遅れぐらいで皆さんは。ちょっともう何だかもう間違いな感じですけども、一応開けましておめでとうございます。ありがとうございます。ビーミーも去年初めて新年会らしくものをやってきました。またこれ違う形でやりたいなというふうに思います。今お忙しい方ってその人がいると明るくなるって橋尾さんがやっぱり都合を使うんです。もっと忙しい商社マンの筑後さんは二次会だけいらっしゃるということですね。ということで始めさせていただきます。津田雅子さんについては皆さんこの略年譜、久保原さんと私夏石番屋で、来ると。これ特に、久保原さん、その出典は回復修正こちらです。はい、元々のこの津田雅子さんペンある。ペンあります。筆ペンと、はい。筆ペン簡単なの。この2枚実は私のブログにも普通にアップしてあるのかな。出ますけれども、1927年昭和2年になんとこの有名な宮崎県椎葉村、これ皆さんご存知の方ご存知でしょう。椎葉村って非常に有名な。この正真正銘の平家の落ち度ですね。で違う系統ですが、平家の落ち度が実は鎌倉さゆりさんも平家の落ち度なんですね。平家の落ち度に関わらず鎌倉っていう、これは四国の高知県側の山奥ですね。偶然だから津田雅子さんも鎌倉さゆりさんもこのため2人も平家の落ち度がいる。面白いですね。でご本名がやはり椎葉さん、その旧姓ですね、結婚される前の名前が椎葉さんなんですね。これ山奥ですよね。山の奥です。もうなんか話がもう始まってますけど、これはね、もうずっとお帰りになってない。帰ってませんね。何十年か。椎葉村には出てから帰ってません。一切は始まってる感じがでも、ビデオはもう撮れる。あ、ビデオはちょっと撮ってます。もう撮ってる。はい、あ、さすが。ちょっと、はい、そうですか。これも私 YouTube でアップしましたけど、できない場合もあります。大丈夫ですか。こんなになってんだよな。